本日は両チームのたくさんのサポーターファンの皆様が会場に足を運んでいただき本当にありがとうございました。またできるだけにもご協力いただき本当にありがとうございます。僕は福島県いわき市出身で、家族やたくさんの友人知人が被害に遭いました。親友の一人は原発問題で避難勧告を受ける中、いわきにとどまり復旧復興に向けて毎日全力を尽くしています。そのような中で自分が本当にサッカーを続けていいのか、他に何かできることがあるんじゃないかと葛藤する毎日が続きましたが、今できることを全力でやることが被災地の方々に必ず力になると信じています。今日会場にお越しくださった皆様も力を一つに合わせ必ず乗り越えましょう。本日は本当にありがとうございました。